どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日は、ずっと前から変えよう変えようって言っていたこちらのカーテンを変えていこうと思います。はい、ではまだカーテン買ってないので、ちょっと今から近くのスーパーというか、まあ、カーテンが売ってそうなところに行きたいと思います。ただいま。いや、暑いですね。はい、で僕は今回買ってきたのが株式会社リーブスさんというところから出ているカーテンです。遮光と断熱と形状記憶、こういった機能が入っていますと。はい、夜寝るときにやっぱり暗い部屋で寝た方がなんか集中して寝やすいというか、なんか快適に眠れるなっていう感じがするので、なので僕は寝るときはなるべくこう光を遮断した空間で寝たいので、遮光にしました。色は薄いグレーにしました。で、素材表面の部分はこういったサラサラした生地になっていて、麻ではないんですけど和風な感じになってます。ちなみにあの柄はあんまり気にしていなくて、色が気に入ったのでこれにしました。はい、でちょっと今からカーテンを変える前に簡単にビフォアの紹介をしたいんですけど、この辺ビフォアのカーテンはこれ僕が品川に住んでいる時から使っているので、もう4年選手ぐらいです。もう4年間ずっと使っていました。なので若干こういった表面とか汚れているんですけども、でなんでここが垂れてるんですかっていう、ちょっとみっともないじゃないですかっていうツッコミもあのたまにコメント欄でいただくんですけども、これはこの穴の部分、これの数が足りないんです。なので引っ掛けられずに垂れちゃってるっていう、そういう感じだったんです。なのでこのレースにそもそもカーテンのこのサイズが合っていなかったので、こういったちょっとこうみっともない感じになっていたので、今回変えられるということで良かったです。じゃあ今からカーテンを変えていきます。マジか。寸法はバッチリなんですけど、やっぱりここを引っ掛けるための穴が足りないです。なのでこうペローンってなっちゃうんですけど、あれどうしようかな。はい、とりあえず応急処置って感じで止めておきました。いやーでもカーテン変えただけなんですけど、部屋のこう壁紙が変わったぐらいの勢いで部屋の雰囲気がガラッと変わったので、いやー面白いです。で、前ライブ放送でこのカーテンの色、今これ使っていてどのカーテンの色に変えた方がいいですかみたいなのを皆さんに質問をした時に、グリーンだったり水色だったりピンクもまあたまにいましたけど、あの白だったり、そういった明るい色がいいんじゃないですっていう意見も結構ありました。で、僕もその時は、あ、確かにグリーンだったり水色いいねっていうふうに思ってました。なんですけど、実際にカーテンを実物見に行って、こうやって何がいいかなって言って見てた時に、なんか暗い色の方が夜寝る時に落ち着くのかななんて思ったりとか、こう夜こう、あのカーテン閉めてパチパチって仕事やってる時なんかも、やっぱり落ち着くのかななんていうふうに思ったりしましたし、僕のその時の感覚でしたけど、女子力高すぎてもなみたいなそういう感じになってしまったので、今回はこういったちょっと落ち着いたグレーっていうものを選んでみました。もちろんグレーっていう意見もライブ放送では出てました。なので、こういう色がいいよっていうアイデアを出してくれた人、ありがとうございました。今この右下のところに僕が普段寝ているアイリス大山さんのマットレスですね、これちょっと引いてみたんですけども、こうやって見たらなんかこっちが白で、ここがちょっと暗い色というか紺とかダーク系でっていう感じで統一感は出てるのかななんていうふうに思いますけど、皆さんいかがでしょうか。ちょっと画面では伝わりにくいんですけど、今これ品川の時から使っているカーテンと、まあ、今買ってきたカーテン比べるとやっぱり生地はダントツ的にこっちの方が上です。厚手だししっとりしてるし、こっちはやっぱりなんか若干チープさはまあ否めないですねっていう感じですね。
環境ブラッシュアップってことで気分転換できたかなというふうに思いますので、まあちょっとしばらくはこれでやってみたいと思います。いやでもこういった観葉植物を置いたりカーテン変えるだけでもう部屋の雰囲気とかガラッと変わるので、これからもどんどん僕はこの部屋の中、まあ仕事もしていくわけなんで、ブラッシュアップをしていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。